ダンロップファルケンタイヤはモーターサイクル用スポーツラジアルタイヤスポーツマックス GPR α11 を3月5日より発売しています。スポーツマックス GPR α11 はダンロップレーシングテクノロジーのフィードバックにより開発した大排気量バイク向けのスポーツラジアルタイヤです。最大の特徴はマルチプルトレッド構造、センター部にハイグリップでありながら耐摩耗性に優れたコンパウンドを採用し、ショルダー部にはレース専用タイヤ同等のハイグリップコンパウンドを採用することで高い旋回グリップとトラクション性能を発揮します。今まではショルダーからショルダーまでのゴムを1種類のゴムでタイヤを作っておりましたが、今回は場所によってゴムを変えるということで、その構造が一番の違いでございます。ワインディングからサーキットまでアグレッシブな走りができる商品でございます。タイヤの構造はフロントタイヤには高いコーナリングフォースを発揮する2カットブレーカーを採用し、リアタイヤには衝撃吸収性を向上させるフレックススチールジョイントレスベルト構造を採用しました。さらにリアショルダー部には高温時に変形を受けた際ポリマーとカーボンの動きを抑制し、かつ路面との密着性を向上させる新素材グリップ向上剤を添加、またセンター部分との摩耗性が出ないように末端編成ポリマーを採用しています。発売サイズはフロント4サイズ、リア6サイズで、価格はオープン価格です。提言プロニュース。